三好学から1939年5月11日は、明治、大正、昭和時代の植物学者、理学博士である。日本の植物学の基礎を築いた人物の一人である。特に桜と勝負の研究に関しての第一人者として知られ、ことに桜博士とも呼ばれた。また、天然記念物の概念を日本に広めた先駆者であり、 気象植物の保存活動に尽力した。文久元年、美の国岩村藩士の自死として、同藩江戸藩邸に生まれる。出生後は、岩村で幼年期を過ごした。11歳の時に、父が没したため、越前国境軍の浄土州、最高寺の住職に引き取られて、そこで学んだ。明治9年に、後の石川県第三師範学校に入学して、 明治11年に同校を卒業した。卒業後は、岐阜県へと戻り、時学校の教員及び校長を務めた。学は、自身の授業内容を詳細に記した授業日誌並びに教科書を著作した。これらは、当時の教育の詳細を知り得る貴重な資料となっている。1889年、東京帝国大学理学部生物学科を卒業し、 大学院在学中の1891年にドイツに留学し、ライプチヒ大学でベイファーに植物生理学を学んだ。帰国後の1895年5月に帝国大学教授に就任。理学博士になる。植物学の研究を続け、東京帝国大学教授時代の論文は100編以上、その著書も100冊以上と言われている。日本に 記念物の概念を広めた人物である。1920年には帝国学士委員会員となり、1923年には東京帝国大学名誉教授となる。1918年に徳川吉地下により設立された徳川生物学研究所の評議員を務めた。修正植物研究を続け、桜、勝負の研究、及び天然記念物保存事業に力を注いだ。 地理学者の辻村太郎が1937年に表した景観地理学講話の中で景観という言葉を生み出した人物として取り上げている。三好は植物の学名で命名者を示す場合に参考学を示すのに使われる。木下武史、染メの研究史。2016年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月29日閲覧。ミニ企画展植物学者参考学展。絵なし。2016年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月28日閲覧。ABCDEF 植物学の基礎を築いた人岩村町美吉学。絵なしの先人30人。絵なし。 P5、2016年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月28日閲覧。西川治む、A. フンボルトと、日本幕末から昭和にかけて、ダグラス・ボッティング・著、西川治む、前田晋司に役、フンボルト、地球学の改祖マイナス、東洋書輪2008年377から378ページ科学朝日。 殿様生物学の経府科学朝日、朝日新聞社、1991年、196ページ。ISBN40 億2259万5213。漢方第4943号、除人及び、事例1899年12月21日。漢方第731号、除人及び、事例1915年1月12日。 漢方第3509号、除人及び、事例1924年5月7日。漢方第7051号、除人及び、事例1906年12月28日。漢方第8257号、除人及び、事例1910年12月28日。漢方第1620号、除人及び、 事例1917年12月25日、ありがとうございます。